どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうとペンニャンです。お願いします。お願いします。今日はですね、はい、野球、うん、野球日和ということでね、はい、今日はキャッチボールをやっていきたいと思うんですけど、はい、まあ、レイさん野球やってるじゃないですか。やってます。キャッチボールが上手くなりたいんよ。球速くなりたいって言ってました。球も速くなりたいし、やっぱね、どうしてもこう弧を描いたら球になっちゃう。こうヒョンヒョンっていきたいの。ヒョンっていきたいの。で、僕の掲げてる目標は目指せとりあえず100キロ。100キロ。100キロ。3桁ね。3桁。でもあれってパワーじゃないじゃん。体の使い方でしょ。その体の使い方をちょっと教えてもらおうかなと思いつつ、はい、まず普通にキャッチボールじゃ1回、はい、しましょうか。じゃあ続けていきましょう。で、レッツゴー、あゆたろうチャンネル。ちょっと前レンに習ったね、この人差し指を外してやるとなんかあんまこう痛くないって聞いたんで、これスポットができるでしょ。ポケットだった。このポケットにこうパチンと入れると痛くないんだよね。これ取ったら音が違うと思う。パチンってなる。いいね。ん？俺のなんないよ。なんない。ああ。ああ。コントロール。いい音。ああ、もうほら届かない。前で毎回話す位置が違うんです。あー、前で話しちゃってるらしい、俺は。手首が固まっちゃってる。手首が固まっちゃってる。柔らかく。いや、いいんじゃないですか。むしろここだけで行くぐらい。うわ、すげえ。ある程度は、スナップだけで。こうやって？はい。これでも飛ぶんだ。ここから、これだけで十分。スナップは、これに腕の動作を合わせてあげれば。そうですね、回転が綺麗になります。今、腕の力とスナップが使えてきたんで、あとはこの腰の回転入れてあげるかな。もっと速くなるんじゃないですか。あ、いいんじゃないですか。それに勝つ体重移動もこう乗っけてあげたら。いい体の使い方が綺麗。あ、だから、まあ、しょうがない。あれ？こっち行くのは開いてる証拠なんで、踏み込んだ足がこっち行っちゃってるんで、投げたい方向に。投げたい方向に今踏み込めてるんで、もうあとは手、グローブを手投げたい方向にこういく感じ。足上げて、ついて、手と足を相手の、そこからもう腰の回転でひねって、腰の回転をそこから曲げると手で勝手にここまで来るんで、
たらもうここから腰曲げれば回せばペッて出てくるじゃないですか。あ、分かってる。その力だけで十分投げれる。おお、重くなった。ああ抜けた、泣いた。ヘイ、ナイスボール。あ、いいじゃないですか。おお、ナイスボール。なんか良くなってきたな。さすがっすね。足を上げた時に体重が後ろにこう偏っちゃってるんで、まっすぐこう足を上げると切れる。ああ、そうそうそうです。あ、こうなっちゃって。そうですね、マッシュみたいになっちゃってるわ、こうやって。ああ、なるほど。おお、おお、綺麗。あゆ太郎チャンネル。肩甲骨周りを柔らかくしてみてはどうでしょうか。じゃあ今度ちょっと柔らかくして、もうちょっと、はい、そうすれば目指す100キロ、うん、いける可能性はあるから。もう多分目前ですよ、100キロは。嘘、はい、でもね、あのスピードはちょっと分かんないんだけど、はい、コントロールが良くなった。そうですね、全部基本シュンこの辺に来るんだって。今までこうピョーンって球だったから。いいね、ちょっともうちょっと極めます。はい、野球の試合出れるように。そうですね、今度一緒に行きましょう。怖え。いつもは多分大丈夫ですよ。いや、守備でさ、こっち来ないでって思うタイプ。いや、僕もみんなそう。みんなそう。こっち来ないで、こっち来ないでお願いみたいな。声では、しゃこいやーって言ってるけど、いや、来ないでって。こっち来ないでみたいな。って思ってます。バーンとかならいいけど、なんかこう、ビュン。あ、そうです。滞空時間長いとね。やめて。あー、なりそう。出せ、野球の試合に出ようということで、頑張っていきたいと思います。はい。はい、ということで、この動画がいいねと思う方はグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンお願いします。ということで、次回の動画でまたお会いしましょう。せーの、バイナー。